ロレーヌ公ルネ2世、ルネ2世は、ロレーヌ公、バル公、ボーデモン博。1480年から1493年までは、カラビリア公として、1493年以降は、ナポリオ及びエルサレム王として、ナポリオ国とプロバンス博領の、ソトソフルネ1世以来の継承権を要求していた。また、父方のおじちゃんから、アルクール博及び、 オマール博を継承した。1504年には、ルネ一世の称号の一つであった、ギーズ博を獲得した。ルネ二世は、ロレーヌコージャン一世の彦である、ボーデモン博フェリー二世と、ナポリオールネ一世及び、ロレーヌ女皇、イザベルの娘、ヨランドダンジュの子として、アンジェで生まれた。1473年に、母方のいとこのロレーヌ公、ニコラダンジュが死死なくして死去した後、 ルネ二世は、父母双方の血筋により、母、ヨランドを経て、ロレーヌ公国を相続した。領土拡大を狙うブルゴーニュ公、シャルル系卒公と激突、四百七十七年に、スイス傭兵の力を借りて、ナンシーの戦いで軽卒公を打ち取った。ナンシーを解放するルネ二世、四百七十六年四百七十一年、ルネ二世は、ジャンヌ・ダルクールと結婚したが、 1485年に結婚は無効とされた。1485年、ゲルデルン公、アドルフの娘フィリッパと結婚した。二人の間には12人の子女が生まれた。ありがとうございます。